フライングフィッシュコーブは、インド洋に浮かぶオーストラリア領クリスマス島の中心地。クリスマス島北東岸の入り江の湾に位置し、人口は1347人。セトルメント地区とも呼ばれる。1886年イギリスのジャック・マクレアが、フライングフィッシュ号で来島し、この入り江にフライングフィッシュコーブと名付けた。そしてジョン・クルーニー・ロス一族が、 ココス諸島で材木などの供給を集めるために、1888年6月に、フライングフィッシュ後部のイリエノ湾に供給地を設置し、集落を築いた。さらに、海洋学者のジョン・マーレー博士が豊富なリ産酸塩の資源を発見したこともあって、1891年、マーレーとクルーニーロスは、イギリス政府から99年間の林耕採掘権を与えられた。そして、 林産塩の積み荷は1895年に始まり、1897年にクリスマス島臨行会社がフライングフィッシュ工部で設立された。林産塩採掘の労働力としてシンガポール、中国、マレーシアなどから労働者が連れてこられた。1942年3月31日の日本軍のクリスマス島占領の時、日本軍の潜水艦が フライングフィッシュコーブでリン酸紙を下ろしていた、ノルウェーの貨物船を魚雷で攻撃し、沈めたことがある。シティポピレーションで、テリトリーオブクリスマスアイランド。ありがとうございます。